三淵氏は日本の氏族の一つ。姓は源氏足利将軍家の所流と伝わる。室町時代から戦国時代にかけて、室町幕府の方向集であった。過祖の三淵持清は四大将軍、足利義持の諸子とされ、また、面校収録によると三大将軍、義満の諸子で義持の弟という。持清は義持から引付け頭ら人に認じられ、 山城国見淵号を所領として与えられたことから、身淵を称したという。花江三代記に五代将軍、吉和の金樹として、身淵二郎持ち、清の名がしばしば現れるが、同時期には吉持に仕えた、身淵家門助の記載もあり、また二万期の金樹の中に、身淵又三郎も見えることから、持ち清より前に系譜が遡る、可能性もある。六代将軍、 吉則の第二方向集が五番編成に整備されてからは一番に属した。応仁の乱の東軍側彰子の家門を多く、仲裁した見聞書家門には、三淵氏の家門として、足利氏と同じに印料が記されている。幕末に編纂された慶図産用によれば、餅、清晴れ晴政、晴れ佐田、晴久晴れ院と続いたというが、 旧大将軍吉直による六角征伐に従軍した大名幕臣を記した上徳院殿様公衆御道座当時、在人衆着等には奉公衆一番の中に三淵二郎清光の名があり、晴れを通字とする歴代の意味名は、時継ぐ狂気に見える春貞より前は創作とも考えられる。晴れ院は泉上後西川元優の次男として生まれ、 母方のおにあたる晴久氏の養子となったという。晴れ院は十二代将軍吉原に仕えて、訴訟の取り次ぎや死者を務め、姉の清光院は、吉原の側近両望中随一の存在として、幕政に深く関与した。また晴れ院には、三淵孫三郎という兄がいたが、現存する三淵氏の処刑図には見えない。三淵氏は十一代将軍、吉住の第二も、 幕臣として活動していたが、吉住が前将軍吉種に追われた後の幕府の記録では確認できなくなる。他方、ハレインの生まれる前に当時の三淵氏当主とみられる三淵伊賀入道生運が、張間国伊南見軍内の所領を安堵された記録がある。吉住の遺事である吉春は、幼少時に張間守護赤松氏の庇護のもとにあったが、 義シの没落後に上落し新たに将軍として迎えられた。孫三郎はその後もハリに在国して赤松氏との取次ぎを務めている。こうしたことから、三淵氏は義シがハリに留遇していた頃から、孫三郎が在国して、その養育に深く関わり、清光院、ハレイン指定が孫三郎に代わって、義シにグ部して上落し、その功労によって急速に、 将軍側近としての地位を高めたとみられる。ハレインの長男の藤秀、次男の細川藤高は十三代将軍義輝に仕え、英六の変後はその弟の義明を将軍に擁立するため、織田信長の協力を得るなど奔走した。義明が十五代将軍になってからは、幕政の運営に携わり幕府軍の将としても活躍したが、義明と信長が不和になった後も、 信長に属した弟の藤高と異なり藤秀は、義明に仕え続け、義明が信長に追放された後に、長男の秋号と共に、信長から自陣を命じられて、一旦滅亡した。藤秀の次男で、叔父の藤高に養育されていた高校は、徳川家康に仕えて、家を再興し、大見国館崎軍戦国の第二所領を、美の国安八、元す。 山形三軍に移されて、カ佐国山部軍二百国を加用されるを領して、子孫は江戸幕府旗元として続いた。ありがとうございます。